ローマ・フラスカーティ線は、イタリアの首都ローマ近郊の鉄道路線。ローマ中心部のローマ・テルミニ駅を起点とし、フラスカーティ駅に至る。トレニタリアによって運行されており、ラチオ地方鉄道網、フロリダ4の一部を構成する。この路線は、強行国家最初の鉄道として付設され1856年に開業した、イタリアで最も古い鉄道路線の一つである。 開業当時は、ポルタマジョーレ駅からフラスカーティカンピテッデ駅までの路線で、全長は20キロメートルであった。1848年11月25日政府の委員会とピオラティーナ社との間で、ローマとフラスカーティの鉄道建設についての許可の署名が行われた。強行国家の事件が原因で作業は何度も、中断と再開を繰り返した。 8年かけて鉄道は敷設され、ローマにポルタマジョーレ駅、フラスカーティの中心から3キロメートルのところにカンピテッリ駅、さらに一つのトンネルが設けられた。これらすべての建設作業は作業者と管理者180人が従事するジョン・オリバー・ヨークが持つ企業、ヨークシーにより行われた。ローマ・フラスカーティ鉄道は1856年7月14日に営業が開始され、 所要時間は28分で1日に朝3本、昼に2本の運行が許可された。1874年、路線はローマテルミニ駅に接続され、古いポルタマジョーレ駅は取り壊された。1881年に始まった市内中心にあるカンピテッリ駅までの延長作業は、1884年2月2日に新しいフラスカーティ駅の開業となり、 新しい区間に残っていた古い駅の線路も破棄された。1943年のフラスカーティ空襲で鉄道駅とレールは破壊された。トンネルはドイツ国防軍により連合国のアンツ全への上陸を迎撃する巨大列車砲を隠すために使われた。1945年にはローマフラスカーティ線の鉄道の運行は通常機能に回復した。 チャンピーノとフラスカーティの間にあった2つの駅、ガレリアディ、チャンピーノとバーレ・ベルミリアは現在は使われていない。ありがとうございます。